北カミング、やっぱり北カミだよね。北カミ市は北カミ川と和賀川が合流する肥沃な土地に美しい田園地帯が広がり、豊かな自然に恵まれています。その反面、クマをはじめとした野生鳥獣と人の生活圏が交わっていることで、農作物を荒らされてしまったり、時には襲われ怪我を負ってしまう方もいます。今回、北上市の自然とともに暮らす私たちは、自然の一部である野生鳥獣とどう向き合い、どのように共存すべきなのか、野生鳥獣との関わり方について紹介していきます。自然豊かな北上市には様々な野生鳥獣が生息していますが、近年では特にクマによる被害が深刻な問題となっています。クマは春から秋にかけて子育てや冬眠に備え、食料を求めて活発に活動します。和賀町、口内町、稲瀬町などの中山間部は熊の生息域と交わっており、時には川沿いや林などを伝い、さらに市街地に近いところにまで出没することがあります。活動範囲を広げた熊が畑に実った作物に引き寄せられたり、人とばったり出会ってしまうことで被害が発生しています。本州に生息しているクマはツキノワグマという種類で、北海道に生息するヒグマと比べ小柄な種類で、主に植物や虫などを食べています。基本的に臆病な性格ですが、それゆえに外敵と出会ってしまった時には自分自身や子グマの身を守るため、必死になって攻撃をしてくることがあります。クマの出没が確認されている地域では、クマとばったり出会ってしまうことがないよう、対策と注意が必要です。出没情報のあったところには、なるべく近づかないようにしましょう。活動が活発になる早朝、夜間は出会う可能性が高くなるので注意しましょう。クマ鈴や携帯ラジオなどで音を鳴らし、自分の存在を知らせましょう。川沿いは小さな音だとかき消されてしまうため、さらに注意が必要です。見通しの悪いところや足場の悪い沢など、身動きが取りにくいところは特に注意しましょう。藪が生い茂った林などはクマが隠れやすい、ちょうどいい休憩場所になります。身近にある場合は刈り払いをしましょう。市民を悩ませる鳥獣の被害はクマによるものだけではありません。野生鳥獣によって農作物が受けた被害の金額は、令和3年度岩手県内では4億1000万円となっており、そのうち全体のおよそ5割が鹿によるものです。またイノシシによる被害も年々増加しています。鳥獣被害は営農意欲の減退や耕作放棄、離農などにつながり、被害額として数字に現れる以上に農林水産業に深刻な影響を及ぼしています。鳥獣被害対策の3本柱。鳥獣被害対策は3つの対策が基本となります。第1の柱は鳥獣の捕獲による個体数の調整、個体群管理です。
増えすぎてしまったシカやイノシシを捕獲し、生息数を減らしていく取り組みが行われています。第2の柱は柵の設置や追い払いによる被害防除、侵入防止対策です。電気柵などを触り、柵に触ると痛い思いをすると学んだ鳥獣は寄りつかなくなりますし、食べ物に困った鳥獣が罠にかかりやすくなったり、捕獲率の向上にもつながります。第3の柱は草木の刈り払いや放任果樹の伐採による生息環境管理です。鳥獣の餌場や居心地の良い隠れ場所をなくしていくことで、鳥獣の生息域を山の方へ押し戻していくことができます。この活動を地域ぐるみでいかに徹底してできるかが、対策の効果を大きく左右します。市では鳥獣による農業被害を防止・軽減するため、北上市鳥獣被害対策実施隊を設置しています。任期は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとします。令和5年4月1日、北上市長高橋俊彦、よろしくお願いします。実施隊班長を委嘱します、北条君です、よろしくお願いします。班長を委嘱します、北条君です、よろしくお願いします。隊の活動は定期的なパトロールやイノシシ、ニホンジカ、カラスなどの捕獲活動、また主にクマによる被害発生時の緊急捕獲罠設置などが主な内容です。この日の委嘱状交付式には鶴山宏実施隊長をはじめ、各地域の班長合わせて7人が出席しました。今年度は猟友会の推薦を得た20代から80代の実施隊員77人が委嘱されました。交付式で鶴山隊長は、関係機関と連携を図り、我々猟友会が持っている知識・技能をフルに発揮し、事故・違反は起こさないように誓いますと決意を表明しました。北上市民の協力を得ながら法令を守り、事故・違反は起こさないよう誓い、野生鳥獣の被害対策に寄与することを決意表明といたします。令和5年4月4日北上市猟友会会長鶴山宏。有害駆除の場合には、一斉捕獲と地域捕獲と緊急捕獲、こちらはツキノワグマですけども、一斉捕獲といって定期的に鳥類なんかカラスですね、カモとかですね、そういったヤズの駆除ということで、班によっては毎週とかですね、朝早くからやっております。それから緊急捕獲ってツキノワグマの場合はその都度の出動ということになります。地域捕獲はちょっといろんなので、市役所等から電話あった場合には、その分にどこでどの子ですよというので、その時はそれなりにツキノワグマとは別に出動しております。例えば10カラスとかカモの場合はどうしてもマジの中ではやらないんですけど、農村部のどこに行ってもやっぱり音とかしますし、我々も例えば今の時期ですと草刈りとかで人が田んぼに出てるので、それは気つけてやってるんですけど、やはり鉄砲の脅してもある程度の理解を示してもらわないとなかなか
ダメですね。まあ、今鉄砲はあの怖いもんだというイメージもあるので、それは我々も重々知っているので、それは気をつけてあのやってます。被害って言えば大きいところだけ思うかもしれませんけど、それこそ家庭菜園でだから始まってずっと行動に大規模にこうなっていくので、だから手芸の方からもそれ植え付けていけば、あの大きい農業図がそのやってる人も、ああこういうふうなのあるんだなっていうことを逆に認識するかもしれないしね。だから家庭の人たちがみんなそういった防御すればね、結構いいのかなと思います。この頃見るのはですね、こういうテープを、まあ、田んぼとか畑大きいとこですけど、こう食いずーっとぶって、これ3段ぐらいに貼って結構やって効果があるっていう、あるっていうことですけど、その裏もやってるもんね。だからこれはあのこんな安いものなので、これがこうずっとこう周りに貼ってしまうと、鹿とかイノシシも結構警戒するっていうかね、あのギラギラしたやつもやってるとこもあるし、赤いのとか青とかですね、やっぱそういったのがあの安くて効果があるようです。こういうふうにずっとこう貼っちゃうと、あの田んぼとか補助の周りするとこれがボーッと動くし、こう3段ぐらいにしてるとやっぱりこう寄ってこないみたいですけど、ということで日本の方にはお願いいたします。また北上市鳥獣被害対策連絡協議会は、事業の一環として和賀西小学校で熊対策の授業を実施しました。講師には県内で野生動物を専門に研究している岩手大学農学部の山内清准教授です。アジアに生息している黒いクマ、この日全児童を対象に行われた授業では、この時期学校や自宅周辺などでクマに遭遇する機会が多くなることから、地域に生息する野生生物の生態を知り、自分の身を守っていくことを子どもたちに学んでもらいました。皆さん知ってる人もいるとは思うんですけども、このあたりをもう一度一緒に生活していけばいいのかということを考えていきたいと。山内准教授は、北海道や東北ではクマが多く生息し、ニュースに取り上げられる事例もあるが、全国的に見ると九州ではすでに絶滅していることや、世界的に見ると絶滅危惧種になっていること、クマの種類や餌の種類など時折クイズを交えて子どもたちに分かりやすく教えていました。で、コグマを守る、これね、実は20万で、コグマがいると大体あのお母さんの近くに来ちゃうから、ね、コグマが危ないってお母さんが、ラフの髪の毛、人の髪の毛みたいな、人の髪の毛みたいな、人の髪の毛みたいな、クマは怖い生き物っていうのを改めて分かったので、今日教えてもらった対処法などをしっかりと頭に入れて、クマに会った時には、クマに会わないのが一番だけど、クマに会ったりしてしまった時には教えてもらった方法をしっかりやりたいと思いました。岩手に生息しているのはツキノワグマの種類なんですけども、クマ自体は非常に実は
温厚な動物というか臆病な動物なので、まあ、どうしても人とばったり出会ったりしたりとか、あとは子グマを守ったりとかっていうことで人に危害を加えたりすることがあるんですけども、まあ、基本的には臆病な動物、おとなしい動物なので、まあ、そのあたりを、まあ、よく理解していただいて、まあ、やっぱり人間とクマが適度な距離になるような感じのことを市民の方にはお願いしたいかなと思ってます。ただ鈴とかだとなかなか聞こえづらかったりとか歩いてないとならなかったりするので、まあ、その場合は例えば山菜採りに行くとかキノコ狩りに行くとかって時には、まあ、笛とかも吹いて存在を知らせてから入るとかですね。で、あとは、まあ、クマがものすごい出没している場所には、まあ、できれば近づかない。で、まあ、どうしても山に入らなくちゃいけない状況であるんであれば、まあ、そういう人の存在を知らせるだけではなくて、今ホームセンターとかフィールドショップに行くとクマ撃退スプレーとかっていうのを売ってますので、まあ、そういったものも身につけて、まあ、いざという時に退治できる備えを持って山に入っていただきたいなと思います。クマだけではなくて野生動物が人の住んでるところに非常にこう出やすくなってる、人との距離がものすごい近くなってるってことがありますので、なのでクマがまあ、よく新世代クマって言ったりする人もいるんですけども、まあ、クマが新しいクマがいきなり生まれるわけではなくて、人間活動が萎縮することによってクマの行動が大胆にはまあなってきているので、まあ、これまで岩手県にどうしても人身被害の数がものすごい全国でも常に1位か2位なんですけども、まあ、それ裏を返せば、まあ、それだけ自然がいっぱい残ってる、まあ、山がやっぱ多くて、で山奥に人が生活していて、で昔からなりわいをしている、あとは農家の方とか実際に被害が遭う可能性がある方は、クマだけではなくてシカとかイノシシの場合もそうなんですけども、電気柵を例えば補助金などを利用して、まあ、防御をすると。で電気柵の張り方とか張る時期についても実はやっぱりコツがいるので、まあ、そのあたりは市の方とか県の農業サイトの人といろいろ相談しながら、まあ、防御もする、で適度な距離も保つように環境整備もする、でそれでも被害がある場合は猟友会とかと協力して、まあ、駆除も含めた体制を取ると、まあ、そういったようないくつかのこのやっぱ手段を同時並行させながら一緒に共存できる道を探ってもらいたいなというように思います、はい、北上市農業振興課鳥獣被害対策担当の小原俊と申します。北上市では市民から提供された熊の出没情報を岩手モバイルメールで発信しています。被害防止のためぜひ受信登録をお願いいたします。メールサービスの登録方法です。画面に表示されております QR コードからアクセスしていただき、空メールを送信することで登録が完了します。また北上市では熊の目撃情報を受けた際に現地での広報活動や関係機関への情報提供を行っております。広報アナウンスが聞こえた場合、付近にクマが潜んでいる可能性がありますのでご注意ください。万が一クマを目撃した際は北上市農業振興課電話番号 72-8238 または北上警察署電話番号 61-0110 に通報してください。ご協力よろしくお願いいたします。市が委嘱する鳥獣被害対策実施隊や協議会などにより駆除や被害防止活動を実施していますが、被害を軽減させるためには地域ぐるみで徹底した対策を行うことが必要不可欠です。野生鳥獣との共存に向けてできることから取り組んでいきましょう。